皆さんおはようございます。まず東日本大震災、大津波、原子力発電所の事故で被災されました皆様方、またご親戚の方、ご友人をお持ちになる組合様に対しまして、心よりお見舞い申し上げる次第でございます。また今日はですね、大変、公務お忙しいところ、来賓の皆様方がいらっしゃっております。まず皆さんご存知の栃木県建設業協会会長の渡辺会長様、本当にお忙しいところありがとうございます。渡辺です。常日頃武信両面にわたりまして、鹿沼支部鹿沼建設業協同組合はお世話になっている次第でございますが、今後ともどうぞご指導ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。また同じく栃木県建設業協会の本部の相談役であります、また元支部長、また現在の支部の顧問であります中津社長様におかれましては、またまたお忙しいところご出席いただきまして本当にありがとうございます。そして前支部長の角田顧問におかれましても本当にありがとうございます。そして皆さん新聞でご存知の通り、神谷幸信先生がですね、栃木県の議長さんにめでたく就任しました。今日は臨時議会中ということなものですから、お忙しいにもかかわらず出席できませんけれども、メッセージを預かっておりまして、神谷建設会長の神谷誠理さんがですね、この後代表としてくださることにもなっております。本当にありがたく思います。神谷先生の お父様庄司先生は76代目の議長さんであられたわけですが、神谷先生がこの度98代目の議長ということで、親子揃っての初めての議長就任という本当に快挙を成し遂げたわけでございます。また神谷庄司先生は副議長様をお務めになられた後6年後に議長さんになったわけでございますが、神谷幸信先生におかれましてはすぐさまですね、議長様になられたということでありまして、本当にめでたいことであります。皆様方にもいろいろとご協力いただきましたことに対しましては、本当に組合の皆様にも感謝申し上げる次第でございます。本当にですね、今日は組合の皆様におかれましてもお忙しいところを集めていただきましてありがとうございます。先だってはさつきマラソンの前日の清掃活動のボランティアということでご協力いただきましてありがとうございました。災害の際には青年部の方がまた主になりまして、いろいろ調査業務もしていただきましてありがとうございました。また青年の会、角田会長さんいらっしゃっておりますが、お役の方にも多大なるご協力をいただきましてありがとうございます。小学校の先生の活動、社会資本整備への理解を求める活動は本当に素晴らしいものであるというふうに思っております。ということで、常日頃本当に皆様方のですね、奉仕の精神によりまして、私ども鹿沼建設業協同組合鹿沼支部は成り立っていることと思います。本当に、心からそのことに対しまして感謝を申し上げる次第でございます。それでは私口下手なものですから、書いてきたものを読まさせていただきます。組合員の皆様には常日頃より格別のご後輩を賜り、厚く御礼申し上げます。当組合は平成23年1月1日をもって創立88年間を経過し、第39期に入りました。
第38期を終了いたしましたので、16代目の新しい組合長として謹んでその概況をご報告申し上げます。当期の栃木県および鹿沼西方地区経済は政府の経済対策の効果もありましたが、個人消費の一部に持ち直しの動きがあり、設備投資や住宅建設にも下げ止まりが見られましたが、依然として失業率が高水準にあるなど、公共工事予算の増額には厳しい状況で推移いたしました。さらに3月11日には東日本大震災が発生しまして、これに悪い拍車をかけました次第であります。このような情勢下にありまして、当組合では工事の安全は全ての事業の根幹であるとの認識の上に、無事故無災害の周知徹底、また成長基盤の確立に努めるとともに、定常的な財務基盤の確立に努力をし、発注者との効果的なコミュニケーションをはじめ、各委員会活動において少ない委員会予算の中で組合員の皆様の奉仕の精神により、おかげさまで積極的な事業活動を展開してまいりました。当期の財務状態も改善したことと思います。本当に感謝申し上げます。引き続き当組合は経営基盤を強化するため、経営資源を組合員の受注高の向上に集中し、不動産による収益基盤の確立および安定化、そして委員会活動の効率性をより向上させるとともに、事業の選択と集中を図り、財務基盤の強化に地道に努めてまいります。合わせて平成23年3月11日の東日本大震災のさまざまな影響についても真摯に対処する所存であり、鹿沼建設業協同組合として一層の総合力を発揮し、発注者や地域社会の皆様に信頼され愛される組合として、将来を見据えた重点施策を着実に推進してまいります。特に保有資産を有効活用し、安定的な収益確保を図る不動産賃貸、また地域社会の安全安心に貢献する安全パトロール、アイロード、鹿沼市委託事業の指導パトロール、地域防犯活動、組合員の質の向上のための各発注者との懇談の場、これらを核とする事業活動につきましては、高齢化を図るとともに、地域とともに成長する魅力ある鹿沼建設業協同組合を実現し、将来の安定及び成長基盤とすべく総力を挙げて取り組んでまいりますので、今後とも組合の皆様には一層のご理解とご支援ご協力を賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。